エルホリゾンテでマザーが投げれるかということで、今回ちょっと助っ人2人来ていただいてるんです。1人がゴーさんです。ゴーユキノブさんです。そしてもう1人がピーターさん。2人ともですね、今琵琶湖で世界記録に挑戦中の、アングラーです。はい、で彼らにちょっとこの竿のインプレッションをお願いしてみようと思います。はい、それではまず、7発のロッドで、軽いフローティングミノ14センチですかね。はい、これから投げてみようと思います。飛ぶかな、いくよ。よう飛ぶなこれ。ちょっとびっくりケンちゃん。いい感じいい感じ。ほう、うん、これ100ポンドやろ、はい、メスタ飛ぶかなこれ。ちょっとほんなちょっと次ちょっとジョイクロちょっと投げさせてえな。はい、まあ大体ねミノ飛ぶ、うん、ミノが飛ぶ竿ってビッグベイト飛ばないじゃないですか。そやな、ものすごい万能ロッドかもしれんなこれ。俺なさそうですね。148のジョインテッドクロー。じゃあジョインテッドクローのちっちゃいやつ投げてみます。まあ、キャスティングっちゅうのはまあ気合いやね。回転しよんな。あ、でもだいぶ飛んでると思うでこれ、ね、うん、ジョイントのミノだよね。ちょっともう一回、はい、どうにかならない。ああ、やらんほうがいい。いや、いいです。ちょっとアガシをイメージしてんねんけど。知ってる、アンドレ・アガシって、はい、テニスプレーヤーやね。うん、十分十分。なんかでもまだ軽い感じがするで。ああ、うん、ルアーが。いや、178、まだ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 上いけるで。これいきましょう。ちょっと順番に、これいきます。順番に、はい、ほんだら次はジョインテッドクローの波サイズですね、178。これをちょっと投げてみようと思います。さあ、うん、ええ感じちゃうこれ。うん、いや、まだ軽いな。まだいけるわこれ。これ78、78強いな。セッティング上はこれ用の竿なんです、うん、ほう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 。大体の感じが。ほら、もうちょっと次マグナムちょっと。さっきこれ投げた時音声入ってないです。うん、ものすごくもっと近いってあれでしたけどね。ええ感じだった。胴に乗せて投げてる感が、うん、はい、こっちの方が投げやすいぐらいの多分映ってないと思うね。こっちの方が投げやすいぐらいの。あ、こっか、ね、次は、はい、こっちのマグナム、ジョインテッドクローマグナム投げてみたいと思います。どんな感じやろな。さーて、これマグナムバッチリバッチリバッチリ。え、いや、めっちゃええ感じだったで今。うん、じゃ万能やなこれ。さあ、いくよ。マグナムこれよう飛ぶわ。ああ、ええ感じええ感じええ感じ。こらええわ。はい、よく取ります。フォークです。ブイ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 ビドンです。かわいい、うちのビドンちゃん。ええ仕事しますね。柔らかいですね。十分やね、距離。いける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 。